およそ50種類300本の桜がある京都の世界遺産二条城で始まった桜祭りライトアップのほか重要文化財の唐門などでのプロジェクションマッピングも楽しむことができます去年は コロナの感染拡大への懸念から、開催1週間で中止を余儀なくされました。そこで今回は感染対策に力を入れているのですが、アルコール消毒のために手を出すと、このように手のひらに桜が咲きます。アルコールの消毒では桜の映像が手に投影されます。 他にも蝶ちんで地面に映し出される光の模様をソーシャルディスタンスを保つ目安にするなど風情を楽しみながら対策を取れるよう趣向を凝らしました本当にみんな息苦しいと思うんですね今時代的にもその中でちゃんとそういった対策もできてればあの自然にみんな楽しんで、えー、気持ちもほぐれるんじゃないかなと二条城桜祭りは来月十一日までで 入場日を指定したチケットなどが必要です。